方向です。厚木ジャンクション 504.4 キロポスト11時22分。2車線が右ルート、左側2車線が左ルート。京都縦貫道、京都バイパス、第2京阪などは左ルートからしか行けませんので、ご注意ください。こんだけ道路空いてるのに左から抜くか、わざわざ左に行ってなっちゃうか。まもなく分岐を左方向です。はい、皆様こんにちは、キスジャガーです。令和2年になりました。2020年1月の5日日曜日、11時23分です。こんにちは。現在地点高槻ジャンクションを越えまして、まもなく、右ルート左ルート分岐するところなんですが、今日は京都縦貫道をご紹介しますので左ルート行きます。大山崎出口と京滋バイパス、京都縦貫道第二京阪などは、この大山崎ジャンクション自体が、左ルートからしかご利用になれません。右ルートはもう京都南行くっていうか、桂川のパーキングエリアは使えるんですけれども、ね、京都南まではちょっと降りたりすることができません。右ルートの方ご注意ください。ご注意くださいというかね、もう右ルート行ってしまったらもうやりようがないですよ。梶原第一トンネル、長くなりそうなんで区切っていきますね。京都縦貫道の綾部ジャンクションまでっていう動画、フルの動画っていうのは今回初めてになるかと思います。綾部ジャンクションから先、京丹後大宮まで終点までは他の動画で以前出しておるんですけど、4段階あるんですけれども、4段階の一番きついやつにして、なおかつトレーラーブレーキちょっと引きまくらんと止まられへんくらいの下り坂です。ご注意ください。トンネル2つございます。2つ目の長いトンネル抜けたら左手に大山崎ジャンクション、いろんな方向に分岐するんで、ちょっと大山崎ジャンクションがややこしいので、京都縦貫道から撮影してもよかったんですが、ちょっと大山崎ジャンクションご案内しますね。そのためにこれ手前から撮ってるんですよ。今日は1月の5日日曜日です。ということもありましてトラックほとんどいません。長距離のトラックぐらいかな、チラチラと2、300台に1台トラック見るかなぐらいの感じちゃいますかね。昨日もそうなんですけども、昨日も今日もね、乗用車、一般の方の車、すごくマナーが悪くて、めちゃくちゃ走りにくいですわ、道路。こういう仕事するの、こういう時に嫌になるね。はい、天王山トンネル2010メーターです。
ーシンができたりとか、いろいろね、関東の方でも、東名高速が、新しい東名高速もう一個山川通りができたりとか、ね、年々道路がだいぶ増えてきましたんで、渋滞自体が起こりにくくなってはいるかと思います。渋滞してない分楽にはなりましたけどね、本当にあれですわ、一般の方のドライブのマナーがすこぶるよろしくないですわ、年々ね。まあ、肌感覚で言いますと20年ぐらい前と全然違いますよ、やっぱ道路走ってて。ちょっと運転雑なんではないでしょうか、今時の方は。そう、若い人やと言ってませんよ別に。若い人は車離れで乗ってないかもしれないですからね、いい年されてる方とかでもちょっと運転雑なんじゃないですかね。昔よりも20年前と比べたら車の性能だいぶ上がってますし、ハイテクがついてるし、なんやったら衝突せえへんようにも自動運転もそろそろ市販車、ね、日産の車とかでもそうですけど、車間距離センサーだけじゃなくて車線はみ出しそうになったりしたらビービー言ってくれたり、でも前ぶつかりそうになったらもう勝手にブレーキ踏みますからね、まあ、そういう時代になってもね、事故の件数、まあ、車の台数昔より減っているかとは思いますが、事故の件数が減らないっていうのはあれとちゃいますか、運転の質が落ちてるんちゃいますか。昔より車少ない、車の性能もいい、なのに事故が減らないって言ったらもうそれは人間の仕業ですわね、それ。はい、ごちゃごちゃ言いましたが、トンネル出ました、大山崎ジャンクションです。はい、右車線からは来れませんのでご注意ください。右車線じゃない、右ルートね。はい、入ってきます大山崎ジャンクション。これ看板見てください、ややこしいでしょう。京滋バイパス京都縦貫道大山崎出口、まあそれだけではなくて、まあ京滋バイパスを北区間ほど行きますと今度第二京阪とかもありますからね。京都縦貫道に私行きますので、ここで左です。京滋バイパス宇治滋賀方面、まあ、名古屋で第二京阪は右です、今のところね。でこれ左に行ったからもう京滋バイパス行けると思って、あれです、油断しないでください、まだ行けません。このまま行きますと大山崎出口に出てしまうので、もう一つ左に寄ります。ここも合流とかね、何回も何回もこのぐるぐる回りながら車線変更を何回もさせられるんで、非常に危ないというか、なんでこんな作り方したんやろうなっていうぐらいの、まあ、ややこしいところですよ、この大山崎ジャンクションで。この助走距離もこんだけしかないんで、合流してくる車も危ないし、このぐるっとすごい急カーブみたいなところ、まあ、曲がってみたら急に合流車がいて、うわ危ない、ぶつかるみたいな、そんなことが多々あるかと思います。はい、ここからも京滋バイパス、また2回目のチャンスということで、今のところを右でも行けました。初めの分岐で第二京阪とかね、あっちの方行くのに失敗しても、もう一回ここでやり直すことができましたね。大山崎出口に出るのはもうこちら側の方にしか出れなかったですけど、注意してください。はい、余談でした。ここからが京都縦貫道、ここから始まります。出発地点、スタート地点です。スタート地点なんですが、キロポストは90何キロで切ってあるので、ゴール地点ですよね。93キロポストから始まります。ここから京都縦貫道ですが、93キロ先が出発地点になってますので、こっちが逆にゴール地点です。ちょっとややこしいから言わんときましょうね。はい、京都縦貫道一発目の出口、長岡京出口です。長岡京出口11時31分 92.4 キロポスト。京都縦貫道北行き綾部方面行きです。制
限速度80キロ、 92.2キロポスト、11時32分。今日は3本立てで今日の入り口です。ちょっと無線しますのでちょっと待ってくださいね。はい、すいません、撮影再開。大原の5キロ、市の12キロ、福知山78キロ、現在地点、90.2キロポスト、西大トンネル110メーター、その次が西山トンネル2キロぐらいかな。はい、90キロポスト、西山トンネル2270メーター。ちょっとねこの車、バックモニターとか、ドライブレコーダーですね、もうモニターがすごく調子悪くて、ついたり消えたりしてね、後ろバックするときもまあカメラついてる車なんですが、ちょっと接触不良かなんかでおかしくて、カメラが見たい時に見れないみたいな、機嫌がいい時だけついて、もう消えてる時間が長いよみたいな、そんな変な感じやったんで、ちょっとね会社におかしいぞって報告は入れてあるんですよ。それで様子見てもらって、やっぱりダメかみたいな、そんなことを無線で言ってきたんですけどね。そんなに悪い車じゃないんですよね。4年ぐらい前の新車かな、3年ぐらいの新車で36万3550キロ、うちの車で36万キロはまだひよっこですよ。なんでひよっこかと言いますと、この車は夜勤では使ってないんですよ。だから昼間しか動いてないんですね。夜間も使うと24時間稼働するんで、距離倍になってしまうんですけどね。倍は言い過ぎか、まあ夜間も使っててそれぐらいの年数経っておれば50万キロは超えてるかと思いますけどね。はい、一応説明しますと、本日は日産ディーゼル UD のトレーラーです。36万3551キロ、感じです。ほぼ満タンに積んで今から小浜に行きます。福井県小浜市ですね。トンネル出ました。 87.5キロ ポスト、11時36分。制限速度引き続き80キロ。で行くんですが、一発撮りで小浜までやってしまうと、3時間ぐらいかかってしまうんですよ、出発地からですけれども。出発地からね200キロ弱あったんでね、距離が。さすがに3時間の動画とかするわけにいかないので、編集も大変ですからね。なので刻みます。綾部ジャンクションまで京都縦貫道を紹介する動画にして、綾部ジャンクションから小浜までの舞鶴道の動画をもう一本作ります。で帰りはね高速道路通らずにちょっと峠道通って帰ります。珍しいことします。お楽しみにみたいな。はい、春日なんとかトンネルやったな。南春日トンネル、大して長くないですね。ちょっと距離みんな忘れました。はい、次の北春日トンネルを出てすぐに大原野の出口ございます。北
高須賀トンネルが 470m。ながら出口ですね。もう出た頃にはもう運休終わってますね。はい、大原の出口、大原の出口。この次の靴掛けインターは、インターじゃないな、もう靴掛けは出れません。入り口しかございません。靴掛けまで行って国道9号線に出たいよっていう人は靴掛けで降りれませんので、大原の出降りてちょっとあの県道を走ってください。2、3キロも走らへんか。もうちょっと走ったらすぐあの靴掛けの方行きますので、下走っても知れてます。現在 84.5 キロポスト。大原野は逆に入り口がありません。大原野の入り口があるんであればもうそろそろなかったらおかしいんやけど、ワイパーが鬱陶しいよね。はい、こちらが靴掛けの入り口です。靴掛け入り口 83.6 キロポスト。 2,3 キロっていうかもう 1. 何キロかな、あんまり距離なかったですね。3.2 キロポスト。あー、どんどん落ちてくるな。やっぱ力ねえな。珍しいものを見ましたね。1キロ先、二輪専用の非常帯、二輪専用とかあんの。車止めたらいかんのかね、非常の時ぐらい。は二輪専用ではないやつで、この先にあるやつが二輪専用。どう違うんやろね、どう違うんやろねって言うためにあの看板見逃しました。これか、こんなこと言うてんのか。これがバイク用、バイク専用、バイク専用やったらもうバイク専用と買いときいな、本当に。どれのこと言うてんねん。所詮早めにこうやって出ておかないとね、あのこの人たちあのずっと横に並んで出してくれないんでね、進路妨害というやつです。はい、新老井の坂トンネル 1070m。 運転の話ですけど、昔の人はね、その行けずな人ぐらいしかそんな進路妨害とかしなかったんですけど、今の人たちはあの自分が良かったらもうね、あの自分が困らなければ別に人が困ろうが何しようが気を使わないっていう、そういう時代になってますので、まあ道路走ってても走りにくいわけですよ。50% ぐらいかな。昨日の段階で福井県の天気予報を調べたんですけど、降水確率 50% で、気温5度か6度なんですよ、最高気温が。ですので雪じゃなくて雨なんですよね。荷下ろしがいいやかなと思って。 80.4 キロポストです。
それぐらい寒いんであれば、あの4度以下ぐらいまで下がってくれたら、あの 雨が雪に変わるんですよ、4度より下がったら。はい、80キロポスト。雨に濡れるのと雪に濡れるのでどっちがいいですかって言ったときに、雪やったらあの肩とかにね、服の上に積もってもパッと 手で払ったら落ちるでしょう。まあ、その点雨やったらもうしっかり濡れるでしょう。なのであのもうどうせもう寒いんであれば、6度とか5度なんやったらもう1度2度下がって雪になってくれよっていう感じですけどね。どっちみち4度でも5度でも寒いんは寒いんでね、あとは雪なのか雨なのか濡れ方が違うみたいな、そんな感じです。はい、市の料金所、本線料金所がございます。京都縦貫道はこうやって何回かね、あの本線料金所があるんであんまり好きではないというかね、走りにくいですね。ここから60キロになります。制限速度 78.8 キロポスト。まず左手にこれ篠の出口です。篠の出口、この先合流があります。篠の出口出られても出口料金所ございます。そしてこの篠の入り口の合流が左からございます。 78.4 キロポスト、篠本線料金所です。本線料金所、もうこの料金所見えてるでしょ。ここで20キロまで落とせとやっておきながら、この後すぐにあのきつい上り坂です。普通の一般乗用車はいいでしょうけどね、ここから80キロと書いてますけれども、こんなもん80キロなんか出ませんよ。こんな坂、荷物満タン積んでるので、あんなところの料金所早く撤廃してほしいですけどね。阪神高速とかはね、あの本線料金所どんどんなくす方向で、もう全ての出口とか入り口とかにあのちゃんと料金所作るようにして、本線の料金所でいちいちあの渋滞っていうかね、車止めるっていうのをやめていく方向で、あちこちの料金所どんどんなくなっていってますよね。京都縦貫道もそんな感じでやってほしいですけど。はい、 77.3 キロポスト、11時45分になりました。京都縦貫道北行き、宮津綾部方面行きです。制限速度80キロ、77キロポストになりました。たくさんあるのはいいんやけど、一個一個が狭いよな。これ縦の長さもさることながら、この幅が狭いよね。左いっぱい寄せんと、こんな本線またぎながら入ったりしたら、トラックとかやったら下手したら本線またぐよね。これ山で土地有り余ってるのに、なんでそんな狭くわざわざ作るんやろ。飛翔体ぐらいもうちょっとでかくしたらいいのに、レッカー車も入ってとか、あのタイヤパンクの作業とかで、こんな幅が狭かったらね、左いっぱいに寄せてやっても右側タイヤ交換とかしてたら車に引かれそうですよね。文句ばっかり言うとおります。天岡山トンネル 640m。 京都縦貫道はトンネルが非常に多いです。あと上り下りもきついです。で、あの本線料金所もございます。あとそうですね、ちょっと年数が結構古いので道路ガタガタです。乗り心地非常に悪いかと思います。 74.7 キロポスト、
747のね、亀岡インターです。制限速度80キロ、74キロポストまで来ました。11時48分です。亀岡インター出口です。湯の花温泉行かれる方は亀岡インター降りられてすぐですね。もう、あ、ついでに宣伝しておこうか。あのまだちょっとアップロードしてないんですが、あの湯の花温泉の中を通り抜けてる動画をこの前撮りましたんで、そちらの方もご覧になられるといいかと思います。湯の花温泉のね、あのホテルの目の前を通るようなルートで、この前は山越えで帰りました。亀岡から川西までね。あのね、今通ってきた大山崎ジャンクションというのが、連休、もう土日とか、まあ大型連休とかもそうなんですが、めちゃくちゃ混むんですよ。あの名神高速、京都南とか京都東とかあの辺も混みますし、大山崎もまあ渋滞のメッカですね。で、滋賀とか岐阜とか名古屋とかあっちの方行きたい方が京滋バイパスでまず混むでしょう。京滋バイパスが滋賀県のあたりから富士ぐらいまでは必ず混んでます。富士越えて久美山越えて、この前は大山崎まで25キロみたいな、そんな渋滞になってました。で、帰り道、あのこの私が通ってる道、北道通って大山崎ジャンクションから名神乗ればよかったんですが、おそらくあのえげつない渋滞でそんなにスムーズに行かないであろうと。ちょっと我慢すりゃいいよっていうんじゃなくて、もう30分も1時間もロスする可能性もあるんで、あえて山道走ってみました。何年ぶりかな、 4,5 年ぶり言ってたかな。そんなにしょっちゅうしょっちゅう走らないんでね、あのたまには走っておかないと道路が崖崩れで潰れておるとかいうところもあるんですよ。実際亀岡のどの峠やったかちょっと忘れましたけど、崖崩れで今使えないらしいですわ、通行止めで。そんなも行ってみな分からへんねんけど、ほなね、トレーラーで、大型トレーラーで行ってみてから崖崩れで行けませんって言ってバックで戻ってこないかんとか言ったらもうえらいことやから、あんまり冒険はしないんですが、一応それでもね、あの高速道路がいつ通行止めになってもいいように、下道も一応走れるっていうか、いつでも走れるんやねっていうクオリティは残しておきたいんですよ。はい、大井の出口越えました。大井はインターですね。次は大井入り口ございます。70.2 キロポスト、11時51分。この先、合流があります。注意してください。はい、大井の入り口、70キロポスト。制限速度を引き続き80キロです。帰り道、舞鶴道で帰ってもいいし、京都縦貫道帰ってきてもいいしっていうつもりではおるんですけれども、オバマから大阪に帰る帰り道、まあ、それをあえて高速道路使わずに、国道を走って山越えをするっていう。あの国道もね、一応大型トレーラー通れるんですが、何年も通ってないんですわ。ちょっと様子見に行かんと、今も現在も使えるのかどうかちょっとわからないんで、ね、
そういう確認もありまして、ちょっとあの日頃から冒険もしてるんですよ。すぐ道変わるでしょう。あの増えるだけやったらいいけど、減る場合もありますからね、ごく稀に。道減るってなかなかないですけどね。店は潰れたりしますけど、目印にしてるあのガソリンスタンドとかコンビニはなくなったとかいうのはしょっちゅうあるけど、道がなくなるはほとんど聞いたことないと思うんですけれども、ごく稀にございます。はい、千代川の出口、千代川出口 68.2km 11時53分千代川もインターになってますね。千代川入り口がもう見えてますね。あれ出口も入り口もあるっていうのを、必ずしもどこでもそういうわけではいかないんで、あの事前に私の動画見るなどして調べてください。この先合流があります、まあ、私の動画ゆっくり見てる暇ないよっていう方はあのネットで調べるなりしてください。はい、千代川の入り口、千代川の入り口 67.5km 11時54分制限速度80km、京都縦貫道宮津綾部方面行きです。ハイダトンネル 426.6km、まもなく南丹市に入ります。南丹市、南丹のパーキングが2km、京丹波のサービスエリア、サービスじゃないな、パーキングかな、16キロです。どうやろう、多分ねガソリンスタンドないと思うんですよね。京丹波レストランはあるんですよ、高い高いレストランが。カレー食べるのに1000何本かかったんちゃうかな、500円ぐらいで出してくれたらいいのにと思いながら食べましたけどね。はい、65.8km ポスト、お次は本郷トンネル 480m、キロポストで八木東出口です。65キロポスト11時56分パーキングエリアです。自販機あるみたいですね、絵に書いてあるように。 64.2km ポスト、64km ポストあたりに南端のパーキングエリアがございます。ちょっとカメラでは 見れないんで私が見ておきましょうか。自販機はありますね、トイレと自販機くらいはございます。注意してください。大型が10台ぐらいと乗用車が20台ぐらい止めれるような、まあ、ちっちゃい感じですね。はい、間もなく八木西の出口を、間もなくなんですが、八木西料金所なんかな、次に八木中と書いてるか。この先合流があります、注意してください。その先料金所です。八木中入り口です。八木中入り口 63.3km ポスト、
八木中入り口の合流です。制限速度60キロから、本線料金所近づいてまいりまして、ここから40キロです。八木西出口、八木西出口、八木西出口はこの見えてるやつじゃなくて左ですよ。この見えてるやつは本線料金所です。ご注意ください。八木西出口は左です。ちょっとゆっくり行こうかな。左、はい、八木本線料金所です。ここなんでこんなくにゃっとつくのかな、危ないよねこれ。危ないし、ガタガタやし、もう多分ここできて20年以上、30年近く経ってんちゃいますかね。その割に綺麗やといえば綺麗か。継ぎ目が嫌、してから25分ですからね。園部まで3キロ、丹波まで9キロ、福知山49キロ、 61.5 キロポストです。制限速度80キロ。丹波で降りて国道9号線かな、しばらく走って、それから、まあ、県道何番やったかな、4号やったかな、まあ、あれで、あの何町って言ったかな、あの村の中を通るような感じで、で国道162やったかな、それに出てみたいなルートで行ったりもするんですが、ちょっと今日は綾部まで1回ぐるーっと大回りで出て、全部高速で、西南は小浜まで行きたいと思います。帰りは丹波ぐらいまで下道走ろうかなと思ってるんですけどね。全部下で帰ってきてもいいんやけど、 それすると今度残業代稼ごうとして、高速で帰ってこい言うてんのに時間稼ぎして帰ってきとるんで、給料泥棒やとか言ってそんな言われ方するんで、まあちょっと適当なことやめときますけどね。はい、60キロポストを超えました。 59.9、 59.8、 12時ちょうどになりました。今までずっと2車線やったんで安定して走ってきたんですが、この先1車線になったり2車線になったりしますね。厄介やな。1車線になったら途端に煽りまく車がいっぱい出てくるんでね。舞鶴道も同じようなことですが、2車線の部分は80キロ、そしてこうやって1車線に絞り込まれるところは70キロになってます。これ右から無理やり来よんな、本当にレクサス。興味の悪い。はい、園部出口です。園部出口、この先合流があります。注意してください。 58.2km ポスト、12時02分、 58.1km ポスト、園部入り口です。制限速度70キロ、1車線です。2車線から1車線になろうとして矢印出ても秒が打ってあって、も
もうまさに絞り込んでるよというそのギリギリまでね、あの頭突っ込みに来るんですよ。ほんまにぶち当ててやろうか思いますけどね、死んだらよと。7.3 キロポスト、お正月とかね、あのロングバケーション、あのゴールデンウィークもそうなんですが、ね、お仕事の車でごった返してるのもストレスはストレスやけど、この遊びに行く車のこのええ加減な運転してるのが一番腹立ちますよね。まあ、今日正月の1月5日ですからね、悪いですよ私すごく。昨日から腹立ってるんでね、だいぶ。はい、京丹波のパーキングエリア6キロ、綾部のパーキングが34キロ、浦側が46キロ。綾部パーキングは舞鶴若狭自動車道です。浦側は、綾部ジャンクションを越えて、宮津の方に向かったところにございます。5.6 キロポスト、 55.5 キロポスト、追い越し禁止やし、まあこんなところで向こうもでも抜けないですよね。制限速度70キロです。丹波インターまで 2.5 キロ、京丹波瑞穂まで11キロ、福知山まで43キロ、新観音トンネル1083メーター、新観音トンネル言いにくい。制限速度70キロで、私の車70ジャストでオートクルーズかけて走ってますので、遅いよとか呪いよとかいうことないんですけどね。もうそんなもう事故するよっていうぐらい、ぶつけに来るぐらいのねことで、どうしても抜かないかんのであれば、もうあと5分でも10分でも早く出なさいよっていうことですよ。そんなに急ぐんであれば。まあ、はなはな迷惑。丹波町に入りました。 53.9 キロポスト、この下り坂はちょっと減速かけないとやばいかな。曲がれるとか曲がれないじゃなくてスピード乗りすぎるんですよね。曲がれるんはこんなもん90キロでも100キロでも曲がれるんですけども、あかんな、スピード出てきたな。 4% や、下りがきつい、かなりきついですよ下り坂、気をつけてください。あとね、ここ冬場雪よう積もるんですわ。ほんで雪積もる割に雪かきせえへんわ、水出さへんわ、ね、でもう丹波から先通行止めとか言って、ここで無理やり降りてくれとか言ってバリケードされて降ろされたりとかね、そんなことようありました。こんなところから降ろされて宮津まで行かないかとか言ってどうすんのみたいな。丹波の出口、12時07分、この先合流があります、注意してください。丹波の入り口 52.6 キロポスト、52.6 キロポストです。風強いね、この吹き流しっていうんですか、これもうすごい横向いてるね。
これものすごい横向いてたら12メーターくらいだったっけ、風何メーターやろね、あれ5メーターとか言うことないよね、多分トンネル、スチトンネル303メーター、トンネルの周りに生えておる樹木とかを見ても、木がそんなに激しく揺れておったりそういう風には見えないんですけど、吹き流し見たらすごいですよね、あんだけ風吹いてんのかという。はい、制限速度70キロ、曽根トンネル374メーター、このでトンネルを出て間もなくで、京丹波のパーキングエリアございます。新しいっていうか小綺麗なパーキングなんで、レストランとかもすごい綺麗な明るい開放的なとこやったと思うんですが、いいお値段します。お金持ち専用みたいな、そんな感じです。はい、京丹波パーキングエリア12時08分、 50.9 キロポスト。5キロポスト、京丹波のパーキングエリアからの合流になります。制限速度70キロ、 50.2 キロポスト、50キロ、節目になるとどっからやるの書いてるかな、これ。宮津へ50キロ、宮津まで50キロ。宮津と言うても京都縦貫道はね、宮津天の橋立てと与謝天の橋立てと2つあるんですけどね、森トンネル460メーター、どっちが0キロポストなんやろ、与謝天の橋立てかな多分。トンネル190メーター、12時10分、49キロポスト。京丹波瑞穂まで4キロ、京丹波和知まで15キロ、福知山38キロ、宮津天の橋立て49キロ。この中で福知山インターだけ、京都縦貫道ではございません。舞鶴若狭自動車道になります。48.4キロポスト、12時11分、制限速度70キロ、あまりね、こう実況の動画を不機嫌な感じで撮影してしまうと、ユーザーさんというか視聴者が減ってしまうので、愉快にやらんといかんのですけどね。なかなかそうもいきません。すいません。47.4キロポスト。出口京丹波瑞穂というところは、国道のね173号線につながります。つながりますというか173号線に出るんですよ。で、まあ
173号線を南に向いて走れば川西の方に行くし、北に向いて走ると綾部の辺りで国道27号線につながるかと思います。ただいまの気温6度、 46.4 キロポスト。やっぱりあの吹き流し真横向いてるね。結構風強いかと思います。この辺の木全部切りたいね。もうあの花粉症の原因になるやつがいっぱい植わってるわ。材木にするんやったら葉を切ってあの商品にしたらいいのにね。杉の木切ってちょっとあの違うやつ植えてほしいわ。違うやつを切りっぱなしじゃなくて、ちょっと竹とかはね嫌ですけどね。木ずっと植えておらんと、桜かなんか1万本くらい植えたら世界中から観光客来るんちゃう。その方が良さそうやと思うけどね。植える見込みのないあの材木用の木植えとらんと。はい、京丹波瑞穂45キロポスト、京丹波瑞穂出口。わずかな区間の追い越し区間で皆さん抜いていってくれました。後ろ1台残ってるな。追いつかれたけれども、もうここからねあの来てもあかんよ。挟んだるよこんなガードレール。この先合流があります、注意してください。スピード緩めてあげへんよそんなもん。はい、44.3 キロポスト、12時14分京丹波瑞穂の入り口ですね。これはい、後ろにもう瞬く間に後ろに十何台つながりました。何キロで走っとんねんちゅうことですけどね。私の車70キロ等速なんでね、ずっと。80キロそこらではあんなにぐいぐい来ないんでね、もうちょっと出てますわ。43.2 キロポスト、2020年1月の5日日曜日12時16分です。43キロポスト、京丹波和地まで10キロ、綾部安国寺18キロ、宮津天の橋だって43キロ。綾部安国寺はそうか、京都縦貫道か。で、噂レベルで調べてはおらんのですけれども、綾部にある安国寺っていうあれが一休さんのお寺やという、そういう雑学というかどうでもいい豆知識みたいな、そんなんよく聞くんですけど本当でしょうか。阿波のトンネル 760m 42キロポスト、綾部の安国寺ですと将軍様に会いに行ったりするのにだいぶ遠いんちゃうかなと思って、京都市内の二条城ってお城、あそこが将軍さんおると思うけど、あそこまでだいぶあるよ。長岡京の出発の時点で93キロやったんで、今のキロポスト何キロやろこれ、41でしょ、50キロぐらい走ったんか長岡京からね。
長岡京から50キロぐらいでしょ。二条まで行くのにまだ10キロぐらいあるやろうから60キロぐらいあるんちゃうかな。時速5キロで歩いたとして10キロ行くのに2時間、50キロ行くのに5倍10時間。それでもあれか、綾部から歩いても12時間とか半日あれば行けんのか。休憩なしで時速5キロで歩けたらの話ですけど、はい、吹き流しすごいですね。今度 4% のきつい上り坂になります。これぐらいの坂は私の車一応登ってくれるかと思います。登れんかったらごめんねっていうことで40キロポストです。12時18分、京都縦貫道大山崎から長岡京にかけてスタート地点が、93キロでした。なので53キロ今来てます。で今撮影時間45分だろ、47半分か、53キロ47半分、まあ、それぐらいのペースで来てるかと思います。この辺のトンネルも新しいですね。道幅が広い。もうちょっと古い昔のトンネルはもっと車線の幅が狭くて、そして天井ももうちょっと低かったと思いますけどね。まあ場所によりけりかな。トンネル好きですか？私は嫌いです。もう眠たくなるんでね、まあ、雨に濡れないから言っちゃいいけど、ワイパー動かさんでいいし、こんなとこで事故されたりしたらもう通行止めすくなってまうし、なんか車が横転とかして火災とか発生して爆発でもされたらもう逃げられへんしね。非常出口はあるんですよ、何百メーターかおきに。そんな非常出口も使ったことないけどね。だいぶあるな、でも非常出口。進行方向に800、900メーターぐらい、ほんで戻っていく方向、反対方向に2キロぐらい、2キロもないんかな。いや、2250メーターで書いてるな。進行方向進んだら1キロ歩きゃ非常出口出れるし、戻っていく方向やったら2キロ以上歩けば途中非常出口があると思う。非常出口っていうか途中で出れなくて、これ結局トンネルの出口のこと言ってるやん。こんなとこ最悪やな。もうなんか通行止めとか火事とかなったら車両火災とかようあるんですけどね、トンネルで燃えてるよみたいな。逃げようと思ってもさ、1キロ歩いてる間に煙回ってきたらもう不買すんねんというか。まあ、でもこんだけの道幅があってこんだけの屋根の高さがあるんで、煙もそんなにね早く降りてこないっていうか、降りてこないっていうか回ってこないやろ。35.8キロポスト、12時22分。
まく京丹波和地ですね、9号線やったか27号線やったかちょっと忘れましたが、国道の上に出ると思いますね。27号ちゃうかな多分。9号線はさっき あのみずほで過ぎてるからね、27号やと思います多分ね。下り坂が地味にきついな。広野トンネルが 350m。 12時23分、 34.4km ポスト。あ、27号線やな。裏側を渡るのか。あー、吹き流しのすごいこと。結構風きついようです、ご注意ください。さっきまで雨降ってたけど晴れてきたね。こっちはこのまま晴れ続いて、福井の小浜まで晴れててくれたらいいけどね。はい、京丹波和地出口、京丹波和地出口、 33.3km ポスト、12時24分。もう一台無理やり来よんな。この先、合流があります。注意してください。32.9km ポスト。気温6度ですね。追い越し区間終わりまして、1車線戻りました。制限速度70km。32km ポスト。綾部暗黒寺まで 5km、 綾部ジャンクションまで 8km、 舞鶴大江が 21km、 宮津天の橋立てが 32km です。綾部ジャンクションで舞鶴若狭自動車道に接続します。31km ポスト、12時26分。橋上トンネル 1096m。景色も変わらへんし、トンネルが好きですかという話の続きですけれどもね、
府やったかな、あれ恵那山トンネルっていうのがあるんですよ。中央道かなんか走るとあれがね長いんですわ。7キロか8キロあるんちゃうかな。あーあれも眠たいね。はい、気温6度です。カーナビの情報によると私の目的地小浜まであと62キロですね。また1時間かかりますわ。私のこの70キロのペースですとだいたい1分で1キロ進むかなみたいな。あの信号も何にもなしでずっと70キロで走り続けたらのあれ計算ですけど、平均70で走ると1キロ1分ぐらいで行けるかなぐらいの感じです。綾部ジャンクションから舞鶴大江まで故障車あり注意。まあ行かないからいいか。綾部安国寺の、出口国道27号に出ます。この先、合流があります。注意してください。 26.5 キロポスト。12時30分。綾部安国寺入り口合流です。26.3 キロポスト。12時31分。制限速度70キロです。一車線の区間はほとんど70キロです。ジャンクションまっすぐ行きますと京都縦貫道引き続き走ります。高城第一トンネル 300m ぐらいですね。綾部ジャンクションを左に行きますと舞鶴若狭自動車道に入れます。高城第二トンネル。高城でええんかな、高城第二トンネル 210m。 このトンネル出て 500m ぐらいで、綾部ジャンクション分岐いたします。
天橋立まで30キロ、まもなく分岐を左方向です。ということは30キロポストぐらいかな。今ここに来てキロポストが立っていないという。まず若狭道行くのでここでお別れします。 23.8キロポスト、12時33分、舞鶴若狭道入ります。分岐の区間あんだけしかないんで、そう即座に反応して左に行くんだ、左行かないとダメですよ。迷ってる暇ないですよ。きつい下り坂と、まあまあのカーブと、で対してバンクがついてないのでご注意ください。凍ってる時とかはシューとアウトに持っていかれるかなっていう感じもします。大阪方面が右側、左側が舞鶴敦賀方面。綾部ジャンクションよりも綾部インターは南側に4キロ南側にあります。どっちやろうなっていう。綾部ジャンクションイコール綾部インターではないんで、舞鶴の方に行くべきか大阪の方に行くべきかって言って戸忘れしてしまうがちなんですけれども、配達でね結構綾部インターは行くんですよ。まあ普通は舞鶴道で行くから別に舞鶴道にあるインターなんでね、綾部インターそんなに考え込むことないんですけれども、積み合わせが他寄ってから行くときに京都縦貫道通らないかのようなルートで行きますと、綾部ジャンクションより南側なんか北側やったかどっちやったかなみたいな、ちょっと寸前まで慌てるというか悩みますけど、69キロポスト、まあそういうことのないようにちゃんと調べてきてくださいよっていうことですよね。下調べ、まあ、私の動画もそういう下調べのためにご利用いただけるとありがたいです。ごちゃごちゃ言うてる甲斐があります。それはそれで69.8キロポスト、このね舞鶴若狭自動車道敦賀方面行きなんですが、この 69.9キロポスト、このキロポストは横川ジャンクションからのキロポスト、70キロになりました。横川ジャンクションから 70.1キロ、横川ジャンクションから 70.2キロ、まあ、中国道からの距離ですよね。ざっくりパーキング12時36分、 70.5キロポスト、綾部パーキングは自販機もないんちゃうかな。トイレだけか、自販機あるんかな。あれなさそうに見えるけどな。今時自販機も置いてないって珍しいですよね。ちょっと自販機今通りかかりで見た感じ見当たりませんでした。はい、71キロポスト、12時37分、はい、カメラ切り替えます。次の動画にしますね。ご視聴ありがとうございました。次のやつも見てください。失礼します。